コーヒーの雫の蒸発により作られた染み物理学においてコーヒーリングとは粒子を含む液体が蒸発した後に現れるリング状の蒸発残砂物で1997年に RD デーガンらにより報告されたこぼれたコーヒーが蒸発した後にこのような特徴的なリング状の積質物が現れることから名付けられたただしこれは コーヒーだけに見られる現象ではなく、例えば赤ワインをこぼした場合などでも見ることができる。これらや類似のリングの形成の背後にある気候は、コーヒーリング効果として、他の例では、コーヒーステイン効果もしくはターンにリングステインとして知られている。コーヒーリングのパターンは、雫全体にわたって異なる蒸発速度により、誘発される、猛寒流から生じる。液体は、 液滴の円から蒸発し、中心部の液体がそれを補充する。このような中心から、外向きの流れは、ほぼ全ての分散質を円の部分に運ぶことができる。時間の関数としてこの過程は、ラッシュアワー効果を示す。すなわち、乾燥過程の最終段階において、外向きの流れは、急な加速を示す。蒸発により、マランゴニ対流が、 液滴内部に有機される。流れが強い場合、液滴の中心に粒子が戻る。したがって、粒子が円に蓄積するためには、マランゴに対流が弱いか、流れを妨げる。何かが生じなければならない。例えば、海面活性剤を加えることで液体の表面張力勾配を小さくし有機された流れを妨げることができる。水のマランゴに対流は、もともと弱く、 天然の海面活性剤によっても著しく減少する。液滴中の見学粒子と液滴の自由表面の相互作用はコーヒーイリングを作る上で重要である。液滴が蒸発すると自由表面が落ち込み見学粒子は捕捉される。最終的にすべての粒子が自由表面に捕捉され液滴の円に向かう残りの工程の間ずっとそこに留まる。この結果は 液的内部のバルク流を制御しようとするのではなく、海面活性剤を使用して、液的の表面張力を変化させることにより、溶質粒子の動きを操作可能だということを意味する。ポリスチレン粒子とセルロース繊維のコロイド、混合物により作られたシミ、ポリスチレン濃度は 0.1WT% に固定され、セルロースの濃度は0、0.01、0.1、 WT% である。コーヒーリングのパターンは、プリンテッドエレクトロニクスのように乾燥後の堆積物に均一な層を作らせる必要がある場合に有害となる。これは、コーヒーリング効果を引き起こす、球状粒子に対して、セルロース繊維などの細長い粒子を添加することにより、抑制することができる。添加する粒子の大きさ及び、重量割合は主要な粒子よりも小さくて良い。 液的内部の流れを制御することが均一な膜を生成するための強力な方法であるということも報告されている。例えば、蒸発中に起こる液的中のマランゴニ流を利用することにより、低沸点の溶媒と高沸点の溶媒の混合物はコーヒーリング効果を抑制し、沈殿した溶質形状をリング状からドット状に変化させることが示された。 基板温度の制御は、水ベースのピドット、PSS 溶液の液的により形成される、コーヒーリングを抑制するのに、有効な方法であることが示された。浸水性、素水性を問わず基板が加熱されていれば、マランゴニ対流の効果によってリングは、より薄くなり、その内側にも沈殿物が現れる。滑りやすい表面を持つ基板を用いて、濡れ特性を制御すれば、 雫の接触線のピント目を防げる。それにより、接触線上についた粒子の数を減少させて、コーヒーリング効果を抑制することができる。超素水性もしくは液体が染み込んだ、表面上の雫は接触線がピント目される、可能性が低く、リング形成を抑制する。交流電圧によるエレクトロエッティングは、表面活性物質を加えることなく、 コーヒーステインを抑制することができる。接触線の近くの毛細管力が粒子に逆向きの運動を行わせてコーヒーイリング効果を低減することもある。逆転は毛細管力が幾何学的制約により外向きのコーヒーイリング流を超えるときに起こる。コーヒーイリングの加減の大きさは液体蒸発と剣落粒子の運動の間の時間スケールの競合に依存する。 液体が三小接触線の近くの粒子の動きよりも、はるかに早く蒸発すると、コーヒーリングはうまく形成されない。代わりに、これらの粒子は、完全に液体が蒸発した際に、表面上に均一に分散する。100ナノメートルの大きさの懸濁粒子の場合、コーヒーリング構造の最小の直径は10マイクロメートル、すなわち、 人間の毛の太さの約10分の1であることが分かっている。液中の粒子形状はコーヒーリング効果を左右する。多孔質の基板上では浸透、粒子運動、溶媒の蒸発同士の競合が最終的な沈殿形態を支配する。液的の溶液の pH が最終的な沈着パターンに影響を与える。これらのパターン繊維は静電力及びファンデルワールス。 緑のようなダルボ相互作用が粒子沈着過程をどのように変化させるかを考慮することにより説明される。基板上に粒子を規則配置させようとする研究者はコーヒーイリング効果を応用した対流体積を行っている。そこでは静止した液滴を乾燥させる代わりに基板上でメニスカスを動かしていくことで猛管力駆動のアセンブリが行われる。このプロセスは 重力ではなく、蒸発が基板に沿った流れを作り出すという点で、ディップコーティングとは異なる。対流体積は、粒子の配行を制御することができ、その結果、半球状、二状態、ダンベル型の粒子などの非球状粒子から結晶性、炭素膜が形成される。配行は、蒸発が起こる薄い目に透かしそう内で粒子の重点を最大にしようとする系で起きる。 溶液中の粒子の体積分率を調整することによりメニスカスの厚さが空間的に変化する状況においてどの厚さの場所でアセンブリが生じるかを制御できることが示されている。粒子は長軸方向の長さがその位置での液膜の厚さと等しいかどうかによって基盤面に対して垂直に配行したり水平に配行したりする。このような厚さのセミは 球状粒子でも確認された。後に、ダンベル形状の粒子から長距離三次元コロイド結晶が作られ、対流アセンブリにより、複数層にわたって粒子の配光を制御できることが示された。これらの発見は、コロイド結晶膜の自己組織化をフォトニクスなどに応用するのに公的であった。近年の進歩により、コーヒーイリング効果によるコロイド粒子のアセンブリを無機結晶の 規則パターン形成に応用することが増えている。ありがとうございます。